68人目の釜、60人目の釜、70人目の釜、チャンネル登録ありがとうございました。息子、どんぐり拾い遠足にはまりました。そしてね、まあこれまた使うかわかんないんですけど、エピソードトークその2、あのですね、タトリヤンマが取れなかった場合ね、これ流れます。あのですけど、パパスはね、その幼少期時代、それでまあ最初ね、おばあちゃんがあのゲームボーイ買ってくれて、それでまあ一応ね、いろんな近所の友達とか学校の友達とかまあまあ増えてきて、まあね、それでまあ一旦ね、トンボからヤンマから足を洗おうかなとか思ってね、いろいろまあゲームの方にドラクエとかねハマったんですけど、まあどっかでね、またトンボとかヤンマ取りたいなとは思ってたんですけど、やっぱりね、社会人になってから、あの誰ともね、最初話し合わなくて、もう全員ね敵みたいな感じで、もうその時テリーさんもね言ってたんですよ、俺も兄者と同じような気分だよって、どうしようもねえやつばっかりだって言ってたんです。だからまあそれはあの、まあ本当にね、自分が探してればもっと出会えたのかもしれないですけどね、そういう仲間と。ただそういう、たまたまそこの働いた場所が、そういう、まあギャンブルとか、あとは酒、ギャンブル、酒、女、ぐらいの話しかなくて。まあほとんどみんなね、そうなんですけどね。だいたいしょうがないんですけど。まあそんな中でもだんだんね、そういう方に染まっていっちゃったんですよね。まあ。でもね、それはそれで、結果としてね、まあ、一つの教訓として良かったかなっていう、それはもうそれで、そういうのも経験してまた戻ってきたっていう、本当の意味のカムバックですね。はい、ここいいな、エピソードトークでした。捕まえました、マルタンオスですね。ちょっと頭いっちゃって、頭壊れてきちゃった。手持ちカモン、ハマってます。パパスは相変わらずマルタンじゃない、でも綺麗ですね、この時期は青が深くなってきます。わあ、これはね、大潮からオスですね。はい、せせらぎ、川のせせらぎ、今歌が出ちゃう。あとでパパスのモード、時間があったらモード説明します。鬼ヤンマくんとか、あの、トンボ大好きくん、もちろん、勝ち虫先生たち、リーダーさんたち、持ち方うまいっすよね。いつも思うけど。蝶々もちょっと練習してみようかな。もうね、なんか、パパスね、結構、グッて力入っちゃうタイプなんで、ダメなんですよね。リリース。はい、上から、こんな感じです。なんかこの、子が吹いてる感じがまた綺麗ですね。目も、クリッとしてて。君は綺麗だ。イナゴね、めっちゃいますね。食べる人いるんですよね。ミツバチじゃないけど、ミツバチじゃないですね。ザッツライ、ここ夕方一発目に来ようかな。ここ椅子、おおおお、見るんか。見るんじゃねえって、見るんじゃねえ。ヤンマがいますね。
でも、まあ、ギンヤンマとかね、あんまいないんですよね。ギンヤンマはあんまいないですね。オニヤンマぐらいですね。だ、池なんで、池チャンスですよ。ちょっと探してみます。お、なんだあれ？なんか茶色いのいんな。ここ、夏来たかったですね。ほんと、やっぱりね、カトリヤンマがいるっていうだけあって、まあ、過去一番ですね。その、生態系もすごいし、やっぱそれなりのとこです。まあね、まあ、今日ね、ちょっと本当ね、頑張るんで、最後まで、見てください。お願いします。まあ、ちょっとね、足も痛いんですよね。腰も。だからわかんないんですけど、あと時間ね、時間が多分、迫っちゃうんで、まあ、最後の一振り、いつも言ってますけど、まあ、もしできなかったらまた、今度。それもできなかったらまた今度っていう感じで、まあ挑戦し続けるしかないんで、なんでもね、パパスの言葉です。挑戦をすることを諦めないで、頑張ります。さあパパス、再び、息子とママスはパパスに託しました。またパパスとカトリアンマ、一騎打ちですね。それでは、いるであろう場所に行こうと思います。決着つけれるといいんですけどね。皆さん、奴が現れました。本気で行きます。本気パパス。ですよ、ほんと。皆さんね、取れた人、すごいなって思いますね。マルタンのね、メスみたいな飛び方でしたね。ふわふわって、田んぼにスッって消えていく。まあ、暗くなってくるしね。まあ、バルログって感じですね。めいめいバルログです。まあでも、すごい少ないけど、1、2頭確認できたんで、よかったです。いたことはいたんですけど、この、脇の、この水が流れてるところをスーッとホバリングして、まあ、ゆっくり飛んでいくんですけど、警戒心が強くて、ちょっと近づこうもんならもうすぐに、スッて、上に、なかなか取りづらい山ですね。まあ新たな目標ができました。一応カトリヤンマ、出会うことできました。ありがとうございました。悔しいっす。もう時間がないんで、このまんま帰ります。さよなら、すいませんでした。また、頑張ります。さよなら。か、めちゃくちゃでか。でか。引かれちゃうよ、そんなとこにいると。危ないよ。うわ、でか。すっごいでかい。行かれちゃうからな。あ、行った。